フンデルトバッサーハウスフンデルトバッサーハウスはオーストリアの画家で建築家のフリーデンスライヒ、フンデルトバッサーがウィーンに建築した公共住宅である。ウィーンで最も人気のある建築物であり、オーストリアの文化遺産に指定された。著名人が自分の夢を語る人気テレビ番組、願いを叶えてに、フンデルトバッサーが出演した際、彼は自分の夢を 植物と共に生きる家を作ることと語った。家の模型を作り、人々に植物と共に生きてこそ人間は、より良い生活を送ることができると訴え、アイスリットハウスや草原高層住宅など、新しい建築形態も開発した。その熱い思いに応えたのが、当時のウィーン市長、レオポルト・グラーツである。1977年、 グラーツはフンデルトバッサーに自然と共生する公共住宅の建設を依頼した。経緯としてブルーノ・クライスキーがグラーツ宛ての1977年11月30日付の所管でフンデルトバッサーに公共住宅を建てさせ、建築分野で彼の理想を実現させるように呼びかけ、それにこうしたグラーツは1977年12月15日付の フンデルトバッサー宛ての書簡で建築案に沿った集合住宅を建てないかと誘っている。フンデルトバッサーは大学の講義や建築協会に対して自然と人間の調和した建築に関する懸念を匹敵していた。フンデルトバッサーは自分は建築家ではないからとウィーン氏に自身のコンセプトを建築図に落とし込めるプロの建築家を手配するよう頼んだ。 しかし、フンデルトバッサーがイメージした建物は、従来の建築理論と相入れない常識外れの構想であった。そして選ばれたのが、建築家、ヨーゼフ・クラフィナである。1979年8月から9月にわたり、クラフィナは、建築図面の数と発泡スチロールの模型を示した。フンデルトバッサーは、自分が一貫して抗ってきた、均等に整列する、モジュール構成に衝撃を受けると、 案を突き返した。ユーロビジョンに提出したテラスハウスの模型が示すように、彼が概念化した住宅は全くタイプが異なったので、ある。クラフィナガサリ、建築家、ペーター・ペリカンが当てられ、ようやく賛同する、建築家が現れたことで6年後の1983年に建設が始まると、1986年にフンデルト・バッサーハウスが完成した。 専門家の中には悪趣味だという意見もあったが、入居希望者が殺到し、大評判となった。建築学科教授に転じたクラフィナは、共同設計者、ペリカンは、プランナーと位置づけられている。特徴として、うねりのある床を備え、屋根は土と草で覆われ、室内から外へ向かって、胎児の枝が窓の外へと枝を伸ばしている。家の設計量を一切、 請求しなかったフンデルトバッサーは、醜い建築があの場所に立つのを防げたのだから、その価値があると言い切った。住宅内には、住戸が53、事務所4軒、居室に通じるテラス16箇所、共有部のテラス3箇所に加え、高木と低木が合計250本植栽された。建築家クラフィナがプロジェクトを交番して20年を経た2001年、 HB メディア配信会社はビジネスマネージャーのハラルド・ボーム氏のもと、クラフィナにフンデルト・バッサーハウスの共同制作者という法的立場を裁判で立証するように進めた。訴訟から8年目の2010年3月11日、オーストリア最高司法裁判所は、ヨセフ・クラフィナ並びにフリーデンス・ライヒ・フンデルト・バッサーを共同設計者と認定。 フンデルトバッサーヒエリ財団に対して、クラフィナを共同設計者と提示せずに、住宅のイラストや模型を公開することを禁じている。判決によるとフンデルトバッサーは、当該建築の唯一の精神的な創造者であったが、クラフィナは同等の立場にある共同設計者として認識されるべきであり、支払われたロイヤリティをオーブンに受領するものとされた。 完成から24年の2009年、訪れた人を楽しませるカラフルで、リズミカルな外観、至るところに植えられた植物は、成長を続けている。フンデルトバッサーの思いが詰まった、独創的な住宅である。当時、一緒に作業した、建築家のペーター・ペーリカンは、確かに彼は建築家ではなかったが、哲学者だった。自分の作りたい家のビジョンをしっかり持っていた。 例えば家を建てると地面がなくなる。その代わりに屋上に地面を作り、植物を植える。これが重要だと語る。中の階段は彼が大好きだった渦巻き模様。壁の至るところにカラフルで遊び心あふれるモチーフが描かれている。建物の中にも緑がいっぱい。廊下や壁は緩やかに波打っている。これこそ踏んでるとバッサーの関わり。でも、 作るときは大変な苦労があったと言われている。ベリカンは職人たちは何度言っても平らで直角な壁を作ってしまう。僕と踏んでるとバッサーは夜中にハンマーを持って角張っているところを壊していった。柔らかい雰囲気を出したかったと解雇する。子供たちのプレールームは床が滑り台のように波打っている。平らな床は機械のためのもの。人間のための床は 大地のようにうねっていなくてはならないと、踏んでるトバッサーは言った。廊下では子供たちが壁に落書きすることもできる。実はこの壁は漆喰でできていて、塗り直しが可能。踏んでるトバッサーは家そのものが変化し、成長していくことを願い、住民たちに室内を自由に作り変えてよいと語っている。自然と共に生きるうち、 踏んでるとバッサーの夢はようやく現実のものとなった。ありがとうございます。